え、どうもこんにちは、大ちゃんです。さあ、今回なんですけど、今回はですね、サムネにも出ている通り、あのトンボ楽器製作所の方から連絡をいただきました。ありがとうございます。はい、ということで今回の動画はですね、サムネにも出ていると思うんですけども、あのですよ、僕がいつも使ってるこちらこのね、メジャーボーイというね、ハーモニカをね、いつも使わせていただいてるんですよね。トンボさんのね、メジャーボーイというハーモニカをね、いつも使わせていただいてるんです。そしてね、解説動画をね、出させていただいてるんですけども、これメジャーボーイというハーモニカを制作されているのがトンボ楽器製作所さんなんですけども、そちらのね、マーケティング部の、マーケティング部の方からね、なんとね、今回連絡いただきました。ありがとうございます。何のね、連絡かと言いますと、こちら公式ホームページの方に出させていただいてますけど、トンボ楽器製作所さんのサイト、こちらあるんですけど、2023年9月30日から11月26日までの間にオンラインで開催される祭り、トンボ楽器が主催するオンライン祭り、トンボ祭が主催することになりましたということで、これね、ハーモニカやアコーディオンの魅力が詰まったコンテンツをプレイヤーや音楽好きの皆さんと一緒にオンライン上で作っていきたいと思いますということで、こちらのね、トンボ祭に参加していただけませんかと連絡いただきました。ありがとうございます。これ本当に嬉しいですね。なんていうんですかね、わかります、このもう例えばですよ、野球しててそのグローブ、このグローブめっちゃ気に入ってんだ、このグローブだけ俺も大事してるんだっていうグローブの会社さんから連絡いただいてるっていう感じですよ。すごいことなんでしょうけど、なんか実感がないんですけど、ということで、このトンボ楽器製作所さんのトンボ祭に出ることになって、まあちょっとね、あのホームページにもあるんですけど、まあ、準備中ということで、詳細はね、また改めて連絡させていただきたいなということで、一応ね、出演が決まったということで、報告動画ということで、今回はね、報告させていただきました。これもね、地道に好きな音楽を中心に弾き語り動画を上げていく中で、誰かね、一人だけのためでもいいから、人のためになる動画を作りたいなと思った時に、ハーモニカのね、吹き方だったら人のためになるんじゃないかと、そんな感じでね、ちょっとちっちゃなきっかけからハーモニカのリクエストがありまして、リクエストを読んでみたいな感じで、ちょっとずつね、チャンネル登録者数も増えて3000人を突破した節目にね、こういう話をいただきまして、これもね、本当ね、いつも皆さんが動画を見ていただいて、そしてチャンネル登録もね、していただいた方々のおかげだと本当に思っております。ありがとうございます。これからもですね、僕はね、日本地図にも載ってないようなちっちゃな島で地道に活動していきたいと思っております。今回はね、トンボ祭が主催されるにあたって、招待していただきました、ね、トンボ楽器製作所の永井さん、そしてね、いつもね、チャンネルを見ていただいて応援していただいている皆さん、本当にありがとうございます。これからも大ちゃん TV をよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。